おはようございます。本日もすぐに将棋朝活をやっていきたいと思います。時刻は6時30分でございます。今日はですね、少し天気が良さそうなのですが、もうちょっとね早く起きれたら、6時半からラジオ体操して朝ランニングでもしたろうかなと思ったんですけど、起きる時間が遅くなってしまいまして、まあいいわけですけど、昼間に、ランニングしようかなというふうに思っております。ちょっとね、午前中は本を読んで本をね返して運動っていうのができたら理想かな。ちょっと3節目何個かしてから5節目に挑戦したいと思います。さあ行きましょう。やっぱり4のラインがどう潰すかなってことかなと思ってるんですけど、飛車を動かして、飛車を動かして1四飛車で決めたいなとは思ってるんですよね。開き王手かかるし、そのためには横も潰さないといけないから、そうされるとめちゃめちゃ困る。そうされてめちゃくちゃ困るな。下手に開けようってかけようとすると、じゃあ王が動いちゃうのか。それはそれで困るな。王が動かないようにうまくしないといけないんですけど、かといって銀で取ってくれりゃいいんですけど、多分こうなるぜってのが分かったんですよね。ちょっと考え方を変えよう。最初に飛車か次で飛車かですよね。王手のかけ方も、飛車を動かしたら開き王手にはなりますしね。初手で開き王手いくか、それともまず飛車打って開き、飛車を動かす時点で絶対開き王手になりますからね。でも下に逃がしたくないんですよ。3-3って打って、どう3-3って打ったら、2-4か1-4ですよね。3-3飛車って打ったら、2-4ってなったら3-3飛車で横に動かして竜になれば、逃げ道はないな。これで竜になりゃ、違う。繊細ですね。1手目で王の動きを縛りたいですよね。飛車をもし打つなら2-2、3-3、2-4だと思うんですけど、2-4だったら同銀で、同銀になってくれればまだいいですけど、同玉ってしたらそっからこう詰まそうとしても握られちゃいますよね。
あー、どうだい？ヒント、両手だ。こういう時はもう回答を見るのが一番。さあ行きましょう。22飛同銀3号飛車なり。22、3号飛車なり。ああ、そこね。なるほどね。銀を上げることで2二に逃げるラインを潰すってことですね。なるほどね。さあ119問目逃げるラインを潰して、だからこのラインで言ったら2二のラインを潰したいですよね。2425を潰すってことで考えたら、正直さっきの考えでいくと、ただあ、銀を例えば2五飛って打って同銀ですよね。3三に逃げ込まれちゃうんで、かといって2二で竜ってしたら角で行かれてまうんですよね。まあ2二銀、まあでも一緒ですよね。4四歩ってのも意味がありそうな気がするんですけど、ある程度攻めようとしたら基本的に3、2、4で逃げられて、2四に行った時に飛車って打てりゃいいですけど、銀が効いてますから、そういうわけにいかないですよね。まあ王道的なのってあれ？これで罪か？あ、そうか。なんだ、何をしているよ。こうか。あ、かといって下に行ったらいけないですからね。かといって横に行ったら、打たれるのか。もうこうなったら無理ですよね。ヒント、馬寄せて駒。こうか。いや、なるほどね。
じゃあ5手詰めいきますか。ずーっと考えてわからない問題とかたくさんありますからね。2-5 の歩っていうのがめっちゃ気になるんで、多分2-5歩の2-4桂で決まるんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、そうですね、桂馬を使わずに王手かけたいな。あ、ダメですよね、そりゃ。桂馬で取られちゃうからな。桂馬で取られて逃げ道を塞ぐっていうのもありっちゃありなのかな。ただ桂馬が上がると角馬で王手かけるラインが潰れちゃうんですよね。かといって、まあ一見2三桂って言って2三桂って言ったら2二ですよね。2三桂2二玉。2三桂2二玉3二馬。いや3二馬ダメだな。同桂。ですよね。そうか、移ったわけじゃないのか。逃げ放題っすもんね。やっぱ桂馬は最後に打つ気がするな。そうなると攻める手は限られるんですよ、ね、玉が逃げて、まあ、これ桂馬打とうとしてもね、だから一歩下に持ってきたいんですよ。全然だ。桂と馬の連携。そう考えるとやっぱ初手は。悪くない手だと思うんですけどね。これ桂馬ってのが一手早いのかな。こうか。ああ。今のはすごく良かった気がするんだけどな。こう行って、こっち行って歩打たれて、もうここで桂馬打つ気はないっすよね。桂馬は開きがかかるけど横に逃げられるんだよな。桂馬を打つ瞬間がちょっと行って遅いんでしょうね。
かもう積んでそうなのに全然積んでないという謎現象が起きてますからね。ダメだな。さあ答え、2三桂2二玉2一馬同玉3一角成か、うん、2二馬ですよね。で馬、ああなるほどね。まず桂打ってここしか逃げ場ないですよね。で馬でも切っていってで、でこれでもし、1三って逃げたら、ああなるほどね、1三って逃げたらこの2四角成、馬が角成が効くわけですね。なるほどね。でこれで同玉で、なるほどね。だから桂馬が効くしその後ろの歩も効いてるってことですね。なるほどね。さあじゃあ10問目いきましょう。まだこれはクリアしてないですからね、うん、まああまり考えないでパッて打ったんですけど、やっぱ K があるからそっちに寄せたいですよね。いきなり馬で取っていいような気がするんですけど、下げたいですよね。馬だよな、よく考えたら。上に金打っても馬ですから、いいとこに金が利けりゃいいんですけどね。そういうわけにもいかないです。ちょっと惜しい感じはしますけどね。さっきと同じパターンですよね。こっから詰めないんで、だからこの詰め方は間違ってると思うんで、だから馬を動かしたいですよね。まあそのためには竜で取るべきかな。竜で取って同玉ですよね。いや竜で取って同玉ってなってから攻めるのが1二金で下に逃げられたらもうどうしようもないんで、うん、相手の馬は金を持ってきったとこに一手目で打つってのは意外といいかなと思うんですけどね。なるほど。ここの初手はこれ悪くないと思うんですよね。そっちに逃げるのか。ダメだな。
そうっすね。意外と面白い手だと思うんですけど、この時に4-1を潰したいんで、ですよね。かといってこっからがないな。惜しいんだけどな。惜しいじゃダメなんですよね。あ、そっち行くんだ。金打てんやろな。いいとこ行ってる気がすんだよな。よう考えられてますよ。いいかも。クク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 。頭の中である程度進めてからやりたいですね。まあ、毎回言ってることですけど、やっぱ前に逃がしたいってことだと思うんですよね。そうなると1-2金で3-3玉、3-3玉ダメですね。1-2金って言ったら同玉か。あ、同玉ダメですね。1-2金って言ったら3-1玉しかないね。1-2金って言って3-1玉で角も利かせられないから3-1玉、と金で詰めて、3-1玉って逃げられたらそっからは詰めないな。
と思ってんのは、あ、玉で取んのか。そうですよね、僕が持っていきたい方向に考えるとそりゃそうなるよなって思ってるんですよね。そうきますか。ヒント、金はとどめ。1三と金は桂馬が上がるだけであんまいい手じゃないな。やっぱ下に引っ張っていきたいんですよね。下に引っ張るためにはどうしますかね。惜しいっちゃ惜しいですけどね。そんなに実は悪い手じゃないんじゃないかい。いや惜しいな。結構惜しいですよね実は。かといって今のやり方見てると桂馬を動かしちゃダメだな。潰すのもありな気がするな。でもこれじゃ逃げてくださいって言ってるのと一緒ですからね。この一手って結構いいと思ってるんですけどね。ですよね。こっから詰めれないんですよね。こうなっちゃうとなんかすぐ詰まりそうなのにね。2三桂なり同桂2三角なり同玉1三金か。ここはね思ってたんですよ。で同桂で角なり同玉金。なるほどね。あーいいところは言ってたけど、ここで角をずっと1二にこだわってたんで、ここでこうしたら1、3って逃げられたら、あ、じゃあ3、1って逃げられたら、3、1って逃げられて2、2、金って打てば OK なわけですね。だから同玉で来て、同玉で来るけどそこで潰すから1、3、金。なるほどね。まだまだだ。まあ3二香成ってしたやつよね。3二香成同銀駒同銀。どうかな。
歩打つんだ。なるほどね。いやー、悪くないっていうような気がするな。そんなには銀同銀香車内同金香銀同銀同香同で飛車打って違うな。飛車が横で打てないもんな。銀香と金って打っちゃう。あー、なるほどね。微妙か。ああ、いいですね。あ、そっち来んのか。そっち来やがんのか。これはめんどくせえな。思ったようなところに逃げてくんなかった。意外だな。こうなるともうどうしようもないですよ。いやー、だからこっちから攻めていくってことなんだろうなと思ってんですよね。
2三銀同銀2一飛同飛4四角成か同銀飛車同飛角成なんか打ったとしても香車が上がりゃいいってことか。銀を打って銀を動かしてで今度飛車を打って1一を開けるってことか。でかく、なるほどね、誘導ですよね言ったら、誘導する場所で決めるみたいな、それが本当難しい。心の底から思う。これ大手のかけ方が難しいですね。2一に銀打つぐらいしかないですよね。2一に銀打つか1一で桂成か、大手のかけ方が。でもどっち転んでも飛車が動きますからね。飛車が動いてその後の攻め方っていうので考えたら、まあ2二銀の方がまだ分かるよ。2二銀で同飛車で上がってでそっから王手がけの1一桂同飛、あんまり意味なさで1一桂で同飛にしてもらってから、そっから次の、いやーこれむずいな、これはむずいな本当に。こっから詰めんのかな、銀の脇、まず王のかけ方がね、隠れ攻めたいなとは思ってんですけど、隠れ攻めようにも王手がかかんないですからね。桂までなるか、銀を使う。でも銀打ってで同飛ですよね。そっから桂まで上がらしても全く意味ないですから。かといって角で王手かけようと思っても今の位置じゃかかんないんでね。いやーむずいなこれも。まあ初手は成りだと思うんだ。あ逃げるのか、逃げていただけるんですか。そうなると話が違うな。逃げないでどうだと詰まるからってことなんでしょうね。一緒ですよね。これで同玉ってしたら詰むから下に逃げるんですよね。同飛でもいいんですけどね、詰んじゃうのか。
こにあると積みようがないですよね。ただひたすら逃げるんですよ。ここまで逃げられたら積めないですよね。聞かないだろう。俺1一飛車成り2三玉3四銀同玉1四竜ちょあれそうか飛車が自分の駒だったのか。それが全然イメージがなかったな。答えを見てもピンとこねえな。あれ答えを見ても全然ピンとこないですね。どうやったら積むんだね。難しいな。いろいろ考えるけどな。一緒ですよ。
角成り3二玉2二銀成り同角4二金か角成り角で成ってで玉で逃げてで角馬を利かしてる上がるのか金で上がってで同角で、金が利いてるこっちああなるほどねなんか言われたらそうだよねっていう風になるんですけど言われないとそうだよねとはなんないよなすごいっすねディフェンスがでもこんだけディフェンスがあると攻め方って決まってると思うんですよねうん、馬を動かすか金を3一に打つかですよね3一に打ったら同飛同飛同馬同3一馬同飛そうね、3一を待ってなって同飛ってなってもうその時点でほぼ終わりですよねでもそうですね4まあ2二もありっちゃありですけどそしたら同金同金2二金で同金か同飛でそっからいけないですよねそう考えたら2三金かな2三金だと同飛2三金同飛2三金ってなって同飛ってなってそっから金を寄せる馬をやっても何の意味もないですからねヒント平凡な3一金はすみませんでしょうねヘーボン言われても出るからねそうなるとここら辺なんですよねかといってこれじゃね全く意味ないよなぁ大手にもなんないしな、ねうん全然4二金同馬1四馬同飛2一飛車で同馬下げて同飛あーそっか飛車って自分のだったのかなるほどね馬
まで潰すわけだ。スタミナの限界な気がする。あの飛車が相手のだと思ってました。そりゃつまないよな。まあ1二馬ってしたいけど、それはフェイントなんじゃないかって。もう疑心暗鬼ですから。久しぶりに正解できたな。そんなに悪くないんじゃないかい。あ、強者か。左の方には打てないから、かといって逃げ場がこっちにあっちゃうけど、ここさえ潰せばいいから、かといって金が効いてるし、桂馬も打てないし、歯がよい。ここは詰めないな。狙いはいいと思うんだよな。やっぱおびき寄せるってなったらこれでいいと思ってるんですけどね。もう危険地帯ですからね、すでに。
3三金同玉3四飛同玉で、うわーその手はなーで竜、いやーその手は出てこなかったなー。これで上げて同桂だった場合は飛車を打つわけだよね。だから同玉しかないと。同玉飛車をそっちかで竜、これもし2二って逃げたらどうなのか。2二って逃げたら結局そうか、ああ4二竜で決まり。なるほどね。